八方尾根に夏山のシーズンが来た。八方山荘から第一報。今朝早く信濃四谷駅に着いた。ケーブル、リフトと乗り継いで海抜1700メートルの展望台まで楽に登ってくる。突然目の前に迫る屏風のような北アルプス連峰。山を知らない君でもこの素晴らしさにきっと目を見張ることだろう。第一ケルン、第二ケルン、第三ケルン。静かに立つケルンは八方尾根のシンボルだ。白馬三山を浮かべた八方池、天然記念物の森青ガエル、足元に咲き乱れる色とりどりの高山植物、ライチョウがひょっこり顔を出した。ここで山と共に生きてきた大谷じいさんに会う。左手は五竜ですね。一番先五竜鹿島槍で、右手は帰らず天狗岳槍、白馬槍とも言ってますが、槍、杓子、白馬とホレン、乗鞍岳が見えて、まあアルプスの北アルプスはそれで終わりで、帰らずか、帰らずか。ガイドの人たちが歌ってくれた安住節。ちょこさいこらこい。今山荘の外でキャンプファイヤーが始まった。僕も行ってくる。八方尾根は女性の君でも楽に登れて、スケールの大きな尾根歩きを楽しめるところだ。今度は君と一緒に来よう。花とケルンとアルプスの展望台八方尾根。八方尾根は便利になりました。ご家族みんなで楽しんでいただけます。この夏を八方尾根で涼しくお過ごしください。お問い合わせは東急グループ白馬観光開発へ。電話は462局の2271番、462局の2271番、白馬観光開発です。